こんにちは、しまこです。皆さんはショートケーキのイチゴどのタイミングで食べます？しまこは最後派です。誰もイチゴを取らない平和な家庭で育ちました。千疋屋の甘くて大きくて値段も高いやつよりショートケーキの上に乗ってる酸っぱいイチゴの方が希少価値が高いんですよ。中には切ったのが入ってるかもしれないけど、丸ごとはショートなケーキに1個だけだから。そんなスペシャルなイチゴをさ、くれる人がいるんだよね。それがゴリラと結婚した一番大きな理由です。なかなかいないでしょう。おじいちゃんぐらいですよ、しまこをそんなに甘やかしてくれたのは。なんていいゴリラなんだとびっくりしましたね。まあ単に酸っぱいものが苦手だっただけなんだけどね。株式会社天陽丸、漁網エコタワシ、税込み275円です。天陽丸さんは、長崎県の橘湾というところで、カタクチイワシを取っている船なんだそうです。見たらなんとなくわかると思うけど、漁網です。もうね、一回溶かして再成形してなんてめんどくさいことはしません。切っただけ。広げますね。大きさは、約30cm×40cm。ナイロンで耐熱温度は120度。これを切る前のブワッと大きいやつでカタクチイワシを取っていたんだろうね。ロマンを感じるね。もちろん綺麗に洗って殺菌してくれていますので清潔です。魚を取る網は漁師さんたちにとっては商売道具ですから、直しながら大事に使ってるんですが、やっぱり10年ぐらい経つと直せないぐらいの穴が開いちゃったりね、いろいろ傷んでくるそうなので、漁師さんたちはそれを小さく切って汚れを落とすたわしとしてもともと重宝されてたそうです。網目が細かいのはカタクチイワシを取る網だからなのかな。実はね、まとめ買いをしたので、すでに半月ぐらい使っています。しまこは蛇口に引っ掛けて干したいので、このままだとちょっと大きくて、半分に切って使っています。気になります?匂い。スニーカーの時にさ、ブルーベリーの匂いがするかどうか確かめたじゃん?当然ね、これも届いた時に嗅ぎましたよ。しまこは、カタクチイワシを感じます。ちゃんと洗って殺菌してくれてるし、生臭くないんで誤解してほしくないんだけど、特にね、ほんのり感じるんですよ。カタクチイワシの群れを。ただね、ゴリラにも嗅いでもらったんだけど、ゴリラは見つけられなかったそうです。カタクチイワシ。鼻がバカなんだね。大きいくせに。かわいそう。というわけでね、ちょっと意見が割れちゃって。シマコがプラシーボ効果的にイワシを感じてるだけの可能性もあるから、もし入手された方はぜひ嗅いでもらって感想を聞かせてもらいたいです。結論から言うとね、再&コー。少しの洗剤でよく泡立って、汚れがすぐ落ち、すぐ乾くと書いてありますが、おおむね嘘ではないです。洗剤の泡立ちに関しては、普通のスポンジと比べるとね、やっぱり少し劣るかなとは思うけど、布巾とかね、そういう綿の素材と比べたら全然泡立つと思う。布状なので、お皿とかのカーブにも沿って洗いやすいし、ナイロンなので、ゴシゴシ洗ってる感があります。たわしとスポンジの中間みたいな感覚って言ったらわかるかな。程よいフィット感とゴシゴシ感。そしてね、爆速で乾きます。私はここが一番気に入ってます。少しだけ気になるところもなくはないです。黒い色が原因なのか、網目が細かいのが原因なのか、ちょっと判断しかねるんだけど、この網目にね、食材が入り込んじゃうと見づらいんだよね。灰色とかアイボリーとかだったら見やすそうだなぁとは思うんだけどさ、そこはね、漁網ですから、
魚を取ることが本来の役割なわけじゃん。イワシを取るのに黒っていうのが大事なのかもしれないし、わがままは言えないっすよね。キッチンのインテリア的にも派手派手のオレンジとかね、緑とかよりは黒の方がいい気もするしね。まあよく洗ってゆすげばいいだけなので、私の中では速乾に勝るデメリットではありません。本日の R はリユース、使えるものは繰り返し使うです。ナイロンだからマイクロプラスチックは下水に流れちゃうじゃないかって言われると、まあそうなんだよねって言わざるを得ないんだけど、本当にマイクロな大きさだと思うので、まだ規制とかもされてないしさ、漁網としての役割を終えたものに第二の人生、網生を歩んでもらって使い倒すっていうのも悪いことではないと思うんだよね。だってこんなにキッチンと相性いいんだもん。普通のナイロン製のスポンジ買って使ってるんだったら一度試してみてほしいな。シマコは気に入ったのでしばらく使うと思います。でこれから買う人にちょっと気をつけてほしいのが送料です。天陽丸さん長崎県なので九州なんですよ。九州にお住まいの方は問題ないんですが、本州まで届けてもらうと送料が高いんですよね。スポンジ自体は275円とかですけど、お店によっては送料めちゃ高いとかあるんで、買うときはね、送料も注意しながらポチッとしてください。しまこは猫ポスを使えるお店で買ったかな。おすすめは公式さんです。8個セット。送料込みで税込み2400円。1個あたり300円になります。ちょっと8個もいらないよっていう方はね、この1個300円ぐらいを目安に送料と相談しながらお店を選んだり、お友達と分けたりね、工夫した方がいいと思います。送料がね、高いので本州で作って売ってくれたら全然そっちでも買うんだけどね。地産地消でさ、本州でも網使って魚取るよね。あれかな、カタクチイワシの網じゃないとダメなのかな。本州で取る魚の網は目が荒すぎて洗い物に向いてないとかなんかあるのかね。ちょっと漁にも網にも全く知識がなくてわかんないけど、ちょっと手間なんですけど、使い終わった網を切って売っていただけたら、それがスーパーとかで簡単に手に入るようになったら理想的だよね。もしアイボリーとか薄い灰色の漁網を使って漁をされている船があったら、前向きにご検討のほどよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ポチッとしていただけると喜びます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Thank you.